カルトジオ会、カルトジオ会は、カトリック教会に属す修道会で、ケルンのブルーノを創始者として11世紀フランスに、発生した21世紀においても、現役の修道会である。日本語表記では、先のように揺れがあるが、本校では、バチカン放送局の日本語版の表記に習い、カルトジオ会で統一する。カルトジオ会の修道士は、シャルトリュー、英語では、カルトジアン。 イタリア語では、チェルトジノと呼ばれる。1081年ケルンのブルーノは、ランスで、それまでに気づいた地位を捨て、修道生活を追い求めて、返歴を始めた。後に、死闘会の創設者となるモレームのロベールが院長を、していたモレーム修道院を皮切りに、いくつかの修道院に滞在。 あるいは設立したが納得できず、最終的にシャルトリューズ3系の人も通わぬ山奥に6人の仲間と共にたどり着いた。そして1084年、その標高1000メートルほどの奥地にグランドシャルトリューズを創建した。これは当時2つの修道院からなり、1つは聖職者修道士のための、他方は神と修道士のための修道院であった。やがてブルーノは、 右与曲折の末この修道院から離れざるを得ず、そして修正へ戻ることはなかった。修道会規則が教皇に認可されたのはブルーノの死後、1164年4月17日付の教皇直書においてであった。ケルンのブルーノは勢力の拡大には興味がなかったようで、死の間際に至っても多くの修道院を設立すること許可はしなかった。 同時期に創立された指導会が12の13世紀を通じて急速に拡大したのと対照的にカルトジオ会は1200年頃においてもヨーロッパに37の修道院を持つに過ぎなかった。しかしその後、神秘主義が流行した14から15世紀には盛り上がりを見せ、195の修道院を持つまでに至った。陰性を胸とするカルトジオ会の修道士も 続く16世紀の宗教改革の時代には、構想に巻き込まれ多くの殉教者は出したが、それゆえに共感を得、18世紀初頭には295の修道院を持っていた。一方18世紀、啓蒙主義の時代に入ると批判と攻撃にさらされ、例えばオーストリアのヨーゼフ2世は生きないすべての修道院を廃止した。20世紀中頃には、ヨーロッパ全域でも19に止まる。 修道院数にまで減少していた。カルトジオ会修道院の平面図修道士の個室ブルーの事態は戒立を文書として残していなかったが、カルトジオ会は、シャルトリューズの4代、グイーゴーが1124から28年に表した、シャルトリューズ修道院習慣規則を基本規則としている。これはその序文によれば、ヒエロニムスや聖ベネディクトゥスの伝統を受け継いでいるとしている。 一方で、聖ベネディクトゥスの戒立をもとに、その原始を胸とした死闘会と比して着想は得ても、それにこだわることはなかったとも評される。その実際の修道生活は、忍者が山奥でソロ活動をする東方の伝統と、西方の修道院で見られる集団生活の言うならハイブリッドである。具体的にどのような生活をしていたかは、まず右の、 カルトジオ会修道院の平面図を参照されたい。これは、かつてあったシャルトリューズ・ド・クレルモン修道院の1850年代の復元作業において作成された図面であるが、図の上の方、方位を示す記号のある D の部分が中庭とそれを囲む回廊で、その周囲に同じような形をした愛で示された18個の部屋があるのが確認できる。これらが修道士の個室である。 個室で寝起きするという生活は、例えば、死闘会のように、大寝室で雑魚寝する、ベネディクト会計の正方修道院との違いである。次にその下の修道士の個室と題された図を参照されたい。これは先日の個室をズームアップしたものである。左上の一番、広い箇所 H は個室内にしつらえられた中庭で、周囲は壁に囲まれており外は見えない。A は、 外の回廊の歩廊である。これらに囲まれた居住スペースに修道士は寝起きした。日課はまず夜11時から未明の2時3時に始まる。まず個室において祈りを捧げ、その後は修道院の教会堂で共同で祈る。共同で祈る際も終わったらすぐ個室に戻り、無駄話は一切してはならない。それぞれの祈りの合間には庭仕事、写本、 楽農といった仕事も行った。就寝時間は夜7時である。このように孤独を追求できるような環境が整えられており、例えば個室図でいう回廊から中庭に行ける B の通路でさえも個室の種以外は修道院長しか立ち入ることはできなかった。ちなみに個室図において回廊から個室内部に向けて愛で示される小さな穴が開いているが、これは 主食のパンや中庭で取れない天才を助手士が修道士と会わずに差し入れるための穴である。食事も基本的に個室で唯一会話ができるのは日曜日と祝日と集会のわずかな時間のみという生活であった。また、カルトジオ会は民衆への説教や伝道といったことも一切していなかったので完全に修道院の決められた区画に引きこもる生活を規定されていた。 教会道の前提にも、日々通る回廊の中庭にすら出ることはなかった。この生活は15世紀まで保たれ、それ以降は若干の散策が許されるようにはなったがそれでも、修道院の外へ出ることはなかった。このように禁欲的な修道生活の日常を死ぬまで、過ごし、建築や芸術においても、ただ十字架だけといった性質が故に、建築士の対象とはならなかったが、例外もある。 14世紀以降は、貴族がパトロンとなり、数多くの芸術作品で飾られた修道院も存在した。一例として、ミラノ公国のビスコンティ家やその後のスゴルツア家に援助を受けたパビアのカルトジオ会修道院がある。フランスのシャンモル修道院もそうした修道院の一例であり、これは14世紀にウルゴーニュ公の墓所とすべく建設された修道院であったが、フランス革命で、 当時67あったフランス各地のカルトジオ会、修道院ともども破壊された。カルトジオ会の修道院は、最初の修道院、シャルトリューズにちなんで、英語では、チャーターハウスイタリア語では、チルトザと呼ばれた。本説では、修道院の例を挙げる。ありがとうございます。